西暦1935年3月、帝国はガリア公国東部国境を越え侵攻を開始。帝国軍ガリア侵攻部隊総司令官のマクシミリアンは、独自の軍事思想から戦車主体の機甲師団を編成し、ギルランダイオ要塞をはじめとするガリア東部の重要拠点を次々と制圧していった。侵攻の対象とされたブルールもわずか2時間で陥落。ウェルキンをはじめとするブルールの住民たちはガリア公国の首都ランドグリーズへと避難した。ガリア公国の首都ランドグリーズ、古くから城塞都市として栄えた町である。ユニコーンにも例えられるランドグリーズ城にはガリア公国元首コーデリア姫が住まう。中立を国是とするガリア公国では、国民開兵制度と呼ばれる制度が定められていた。この制度では各教育機関での軍事訓練を単位科目として義務付けており、有事の際には一般市民が義勇軍として招集されるのだ。帝国との争いが激化した今、ウェルキンとアリシアもその例に漏れず義勇軍に配属される運びとなった。今日からここが僕の部屋か。お、これが軍服だな。出頭する前に着替えておかないとな。よし、準備をするか。照明弾に双眼鏡、それにコンパスと地図。作戦行動に必要なものは一通り揃ってるな。ウェルキン、入ってもいい？ああ、どうぞ。ウェルキンも着替え終わったんだ。うん、よく似合ってる。かっこいいよ。ねえ、私はどうかな？新しい軍服似合ってる。そうだな。うん、よく似合ってる。すごく着慣れている感じがするな。本当に？無理して言ってない？無理なんかしてないさ。凛々しくてすごくいいと思う。よかった。似合っているかどうか不安だったんだ。特に腰のあたりの装甲とか、甲虫類の外骨格みたいでかっこいいよ。甲虫類って虫？ねえ、ウェルキン、虫みたいって言われて喜ぶ女の子っていると思う？え？甲虫類だよ。カブトムシだよ。虫の王者だよ。嬉しくないかな。わかったわ。ウェルキンらしい褒め言葉として素直に受け取っておきますか。そういえばそのスカーフずっとかぶっているね。これパン屋で働いていた時のスカーフなんだ。へえ、そうだったんだ。
今は軍隊にいるけど、パン屋で頑張った気持ちを忘れたくなくて。また働ける時までつけていようって決めたんだ。そっか、アリシアがまたパン屋で働き始めたら買いに行くよ。あら、約束よ。焼きたてのパンをたくさん食べさせてあげるね。ああ、約束するよ。よし、準備も終わったし、中隊長のところへ出頭しようか。入りなさい。失礼します。本日付で義勇軍に配属になりました、ウェルキン・ギュンターです。同じく本日付で義勇軍に配属になりました、アリシア・メルキオットです。私はエレノア・バーロットだ。義勇軍中隊の隊長にあたる。ウェルキン・ギュンターを少尉とし、第七小隊の隊長をしてもらう。はっ。アリシア・メルキオットは軍曹とし、少尉好きの下士官として彼の補佐を任せる。まさかとは思っていたが、やっぱりウェルキンじゃないか。ファルディオ、君も義勇軍に配属されたのか。ああ、本格的に帝国との戦争が始まったからな。士官候補者は次々と配属されている。二人は知り合い？はい、こいつとは同じ大学の同級生なんですよ。こいつは自然科学、俺は考古学専攻です。しかし驚いた。ちょっと前まで学友だったのに、今日からは戦友になるってわけだ。そうだね、よろしく頼むよ。お、あなたたちにはこの後作戦会議に参加してもらう。会議の開始までにはまだ時間があるな。ランドグリーズ市内や軍施設の中には今後あなたたちが世話になる場所も多いはずだ。見回ってくるといいだろう。作戦会議の時間になったら各自作戦本部へと帰還するように。以上、解散。ちゃんと見回っているようね。感心だわ。ここは作戦司令室。あなたが率いる第七小隊の編成を行う場所よ。国民開兵制度に基づき、志願動員で集められた義勇軍の兵士を小隊に編入することができるの。そういえば第七小隊は人数が不足していたわね。ちょうどいいわ。編成について教えましょう。これが兵士のリストよ。本人の適性をもとに陛下は最初から決定されているの。それでは5つの陛下について説明するわね。まずは偵察兵。その名の通り偵察を任務とした陛下よ。特徴は移動力。敵の情報を集めて戻ってくるだけの脚力を有しているわ。あと探知能力にも長けていて、草むらに潜伏した敵を遠くからも発見できるの。弱点は攻撃力が低いことね。だから前線へは索敵に向かわせるだけと割り切った方がいいわ。次は突撃兵。最前線に突撃し敵を一掃する兵かよ。特徴は高い攻撃力と防御力。こと戦闘に関しては右に出る者がいないわ。これといった特殊能力はないけれど、目立った弱点も存在しない。最も安定して運用できる陛下だと思うわ。
次は対戦車兵ね。戦車に対抗できる重要な兵かよ。特徴は言わずもがな。特殊な条件を除けば対戦車兵だけが戦車にダメージを与えられる。爆発系の攻撃に耐性があるのも特徴ね。戦車榴弾にも強いわけだから、まさに対戦車ね。弱点は足が遅いことと、逆に銃弾に弱いこと、さらに弾数制限があることが挙げられるかしらね。次は支援兵。兵隊や戦闘支援を司る兵かよ。特徴は弾薬の補給や治療ができること。戦車の修理もできるわね。土のうの設置や地雷の除去、矢倉の修理などの戦闘支援も行える。まさに支援のエキスパートよ。弱点は攻撃力が低い点。あくまで後方支援要員と見た方がいいわ。最後は狙撃兵ね。遠く離れた場所から目標を狙い撃つ兵かよ。特徴は高い射撃能力と長い射程。かなり距離が離れた敵にも命中させられるの。狙撃兵のライフルにはスコープがついていて、より精密な射撃が可能となるのよ。弱点は移動力と防御力が低いこと。孤立して敵と向き合ったらまず助からないわね。以上が各陛下の簡単な説明よ。では早速あなたの小隊を編成してみて。最大人数は20人。いつでも入れ替え可能よ。私、スージー・エヴァンスと申します。若輩者ですが、よろしくお願いいたします。あたい、フロージア・ヨーク。今日から世話になるね。私、チェリースタイネン、よろしく。私は E.D. ネルソンですわ。今日からお世話になってもよろしくってよ。
私はヨーコ・マルテンス。これから世話になるよ。名前はツェザーリ・ルガード。別によろしくやるつもりはないんで。マリーナ・ウルフスタン、よろしく。ターリス・ワイアットです。よろしくお願いいたします。ホーマー・ピエローニだよ。この命が尽きるまで君の元で戦おう。ネーディレスです。本日からお世話になります。自分はヘクター・カルベと言います。本日からお世話になります。ニルス・デールデンだ。世話になる。カロス・ランザートと申します。よろしくお願いします。名前はエリシス・ムーア。よろしく。ジェーン・ターナーだ。帝国を倒せるなら何でもする。お世話になりました。楽しかったです。アイシャ・ノーマンです。よろしくお願いします。ウェルキンさん、どう？招待を編成できたかしら。今後も隊員の入れ替えをしたいときはここに来るといいわ。時間が経てば新たな兵士も動員されてくるから、こまめにリストをチェックするといいわね。
そうそう、新たに動員される兵士もちゃんと陛下訓練を受けているから安心して。これまであなたと共に戦ってきた隊員たちと陛下のレベルという点では遜色ないわ。だから隊員を入れ替えたからといって大きく戦力が低下するようなことはないはずよ。あなたは自分の目を信じて、これと見込んだ人間を隊員として迎え入れてちょうだい。私からの説明は以上よ。あとは自分なりに考えてやってみなさい。隊長ってのも大変なものだな。そういえばファルディオは第一小隊の隊長だって言ってたな。あいつも今頃部隊編成とかやってるのかな。よし、僕も僕なりに頑張ってみるか。よく来たな、ウジ虫ども。俺が今日から貴様らを鍛える教官だ。まあ鍛えると言っても大したことはできない。所詮実戦に勝る訓練などないからな。ここでは貴様らが実戦で積んだ経験を俺に示してもらう。俺はそれをもとに貴様らの能力を伸ばしてやる。つまりここはレベルアップができる場所だ。ただし軍隊において個人なんてものはない。あるのは部隊であり陛下という区分だけだ。故にレベルは陛下ごとに設定されている。偵察兵レベル2、突撃兵レベル3などとな。そして偵察兵の陛下レベルが1上がれば、偵察兵の兵士は皆一律レベルが1上がる。いいか、ウジ虫ども、レベルアップは陛下ごと、よく覚えておけ。では実際に陛下のレベルアップのやり方を教えてやる。と言っても簡単だ。戦いで得た経験値を鍛えたい陛下に割り振っていけばいい。割り振った陛下の経験値が一定の数値に達したら、その陛下がレベルアップするというわけだ。どの陛下に割り振るか選ぶのは隊長の貴様だ。では実際にやってみろ。鍛えたいだけ鍛えるがいい。へこたれるな、曲げるな、頑張れ。よくやった、これで貴様らもレベルアップだ。どうやら対戦車兵どもに新しいポテンシャルが目覚めたようだな。どうやら狙撃兵どもに新しいポテンシャルが目覚めたようだな。これが陛下別の訓練ってものだ。戦いで経験値を獲得したらここに来るがいい。そうだ、付け加えておくことがある。陛下がレベルアップした時にポテンシャルが目覚めることがあるのだ。ポテンシャルとはそいつが持っている潜在能力だと考えていいだろう。それは戦場で発揮できる一種の能力だ。大事にするがいい。同様に陛下のレベルが上がるとオーダーを習得できることもある。
そうだな、せっかくだ、貴様にこのオーダーを教えてやろう。つまりこれは隊長である貴様だけが使える特殊な命令だ。これも大事にするがいい。要するにだ、陛下のレベルを上げることで隊員たちはどんどん強くなっていく。さらにポテンシャルとオーダーを得ることも可能というわけだ。わかったか。訓練というものがいかに大事か。次からも陛下ごとにビシビシ鍛えてやるから覚悟しておけよ、ウジ虫ども。いらっしゃい。どんなご様子か。その対象、もしかしてギュンター少尉っすか。やっぱり聞いたっすよ、ブルールからの撤退戦の話。あの惨劇の中で守った小さな命、くー燃えるっす。ギュンター少尉、あんたはすごい人っす。ぜひ兄貴と呼ばせてほしいっす。どうしたのリオン、なんだか盛り上がっているようだけど。おお、クライス見ろよ、ギュンター少尉だぜ、俺の兄貴。すみませんギュンター少尉、彼はこういう口調ですが悪気はないんです。申し遅れました、僕はクライス・チェルニー、ここで整備士の見習いをしています。なあ、オイラはリオン・シュミットっす。リオンでいいっすよ、ベルキンの兄貴。ところでギュンター少尉、この研究開発所にご用ですか。ここでは兵器開発を行うことで武器を強化していくことができるんですよ。ライフルやマシンガンだけでなく戦車も強化していくことができるっすよ。ただそれ相応の資金が必要っすけど。ライフルなどの銃器類は開発に成功すると自動的に量産されます。ですので隊員の人数分用意しなくても数はいくらでも供給できますよ。戦車の開発は戦車の車両自体を改造して強化することもできるし、オプションパーツというものを開発して戦車に装備することも可能っす。そうそう、車両整備を行うことでオプションパーツの装備付け替えが可能です。戦いの状況などに合わせて自由に付け替えをしてみてください。完成っす。できたっす兄貴、完成っす。
兄貴、完成っす。完成したっす。完璧っす。はい兄貴、できたっすよ。どうです、お役に立てたでしょうか。僕たちは日夜研究を続けています。今日できないことも明日には可能かもしれません。だから日を置いてまたいらしてください。その時までご期待に添えるよう努力します。兄貴、また来てくださいね。そんでどんどん発注してほしいっす。兄さん、ここにいましたか。探しましたよ。やあ、イサラ。イサラも義勇軍に配属されたんだね。戦車操縦手兼車両整備士として登録されました。兄さんが指揮をする戦車エーデルワイス号の運転と整備をします。私たちみんな同じ招待になったんだね。これからもよろしく。よろしくお願いします。ところでイサラは何をやっていたんだい。戦車の整備スペースがこの奥にあるのでラグナイト燃料を運んでいたところです。このラグナイトは戦車の動力や榴弾砲の砲弾などに使うためのものです。僕たちに身近なのは街灯や室内ランプの動力、あと怪我をした時の治療薬とかかな。ラグナイトは私たちの生活に関わるいろんなものに使われているからね。それだけにラグナイト資源が争いの種になっているのも事実ですね。ああ、帝国がガリアを侵略に来たのもこの国の豊富なラグナイト資源が目的らしい。あ、そういえば兄さんに渡したいものがあって持ってきました。これは父さんが使っていた信号銃です。納屋にしまってあったのを持ってきました。父さんの信号銃か。整備はしておきました。旧型ですが問題なく使用できるはずです。僕も父さんと同じ戦車兵になったんだな。イサラ、ありがとう。私はいつ出撃の声がかかってもいいようにエーデルワイス号の点検をしておきます。じゃあ私たちは行くね。後で会いましょう。早速だが諸君らに今回の作戦の概要を伝える。
先刻、首都近郊の重要拠点であるバーゼル卿が帝国軍の部隊に占拠されたとの報告が入った。バーゼル卿？首都近郊にあるバーゼル市内の運河に架かる巨大な羽橋だ。バーゼル卿はダンドグリーゼへの街道が通る重要な地点。この橋の奪還が我が中隊の任務である。ここまで驚異的な速さで進攻してきた帝国軍だけに、未だ防衛部隊の兵力は十分ではない。我が第三中隊は敵防衛部隊の増援が到着する前にバーゼル卿を奪還する。ふん、義勇軍ごときでも作戦会議をするのか。バーロットよ、いつまで部屋に閉じこもっているつもりだ。申し訳ありません、すぐに出発します。まあ所詮は寄せ集めの民兵どもだ。大して戦果は期待できぬがな。橋を防衛していた正規軍があっさり敗れたことも、私には戦果として期待外れでしたわ。のいずれにせよ、バーゼル卿は重要な戦略地点、速やかに奪還いたします。せいぜい頑張ることだな。今の人はダモン将軍だ。中部方面軍の総司令官さ。中部方面軍、僕たち義勇軍もそこに編成されていたね。ダモン将軍は貴族出身で階級意識の強い人らしく、民兵の集まる義勇軍を目の敵にしているって話だ。そうだったのか。戦争が始まってみんなが一丸となって戦わなければならない時期に、正規軍とか義勇軍だとかそんなこと言ってる場合じゃないのにな。さて、これより作戦を伝える。バーゼル卿奪還の足がかりを得るために、まず橋西岸の市街地を制圧する。ギュンター少尉、西岸河川敷の敵拠点制圧を第七小隊に任せる。これが初の作戦となるが、心してかかるように。残る小隊は警戒を厳にし、バーゼル卿奪還作戦まで準備を怠るな。諸君らの活躍に期待しています。以上。これより作戦を説明する。
ただいまより作戦を開始する。諸君らの活躍に期待しています。二手に分かれてそれぞれ攻撃と防御に当たるぞ。第七小隊出撃する。よし、第七小隊の初陣だ。河川敷側と町側、二手に分かれて敵本拠点を狙う。こちらの河川敷側部隊は戦車を軸に攻勢をかける。あたいは突撃兵、攻めるのなら任しときな。そちらの町側部隊は味方の本拠点を守ってくれ。敵の戦車が来るかもしれない、気をつけて。こっちとら対戦車兵よ、いちいち戦車にビビってられっか。その息なら大丈夫そうだね。では作戦開始。いいか、これから説明することをよく聞くように。忙しいね。反撃に注意してください。行動を開始する。反撃に注意してください。了解だよ。
次を頼む。行動開始するよ。いい男がいっぱいだ。当たれ！
用してください。私の出番ね。敵発見。弾薬は足りてますか。そこ。相手の死角をついて。行動を開始する。よし。なんて腕前だ。行動開始するよ。敵発見。相手の死角をついてください。撃ち方始め。俺の出番だな。隠れている敵に注意せよ。敵の戦車が壁を突き破ってきやがった。大戦車兵を舐めやがって。待ってろ、一発ぶち込んでやるからな。戦車は壊れかけた壁や土のう、樹木などを壊して通ることもできるから注意するように。よし、行くぞ。
まだは忙しいね。衛星兵、頑張ってください。今行きますから。助けてやってくれ、頼むよ。発見したぜ。当てる。行動を開始する。あ、よし。なんて腕前だ。
どこにいるのか気をつけてください。発見した。了解したよ。対戦車兵は行くよ。救援をお願いします。行動開始します。行動を開始する。よし。目標です。これの出番だな。出番だな。ああ、力が出ねえ。当てる。敵に急に来るな。よし、行くぞ。私の出番ね。発見したよ。助けて。了解したよ。衛星兵、もう大丈夫。あとは任せなさい。あんた死なせるんじゃないよ。
今日は僕のラッキー。へっ。なんて腕前だ。わかった。ラーゼル橋はこの先だ。おしゃれに決めるよ。出番だな。よっしゃ。さすがだ。その調子で頼む。行動を開始する。よし、行くぞ。人気者は忙しいね。
開始するよ。あの角まで一気に走り抜けろ。俺の出番だな。よし、よくやった。次の華麗に踊るよ。できないか。作戦終了。敵拠点を抑えたぞ。そこのあなた。え？あのあなたが隊長のウェルキン・ギュンター少尉？そうですけど。よいしょっと。ちょっと。はじめまして。早速質問させてもらうわね。ギュンター将軍のご子息なのよね。結構若そうに見えるけど、年はいくつ？隊長になって一番苦労したことは？逆に嬉しかったことは？好きな食べ物は？休みの日は何してるの？すみません、この辺りは戦闘地域です。危険ですので民間人の方は退避してください。退避なんかできないわ。危険な場所にこそスクープがあるのよ。ええ、 GBS の突撃記者といえばこの私、ラジオ放送局 GBS の記者エレットです。ラジオ局の記者？第七小隊に帯同して従軍取材することになりました。これからよろしくお願いします。で、さっきの質問の続きをいいかしら。はあ、取材なんか受けて何様のつもりだよ。英雄の息子だかなんだか知らないけどさ、所詮は大学通いの坊やだろ。まったくだ。
たった一度勝ったくらいでいい気になられちゃ困っちまうぜ。まあいい、あいつにはこれからたっぷり教えてやらねえとな。戦場は経験の数がものを言うってことよ。4章、春の嵐作戦。